このマジックで用意するものは同じぐらいの長さのロープが2本、そしてあとカラーボールですね。カラーボール、これはまあ100円ショップなんかで売っているカラーボールに、2つ穴を開けたものなんですけども、これをですね3つ用意します。まあこれ3つだけじゃなくてね、5つでも7つでも構わないんですけども、とりあえずここでは3つ用意しました。そしてあとまあこうあの帽子か箱でも結構ですけども、それとあとハサミですね、ハサミと糸を用意します。この2本のロープはですね、実はまあこういうふうに見せてますけども、実はこの真ん中で糸で結んでます。まあこれは普通の糸ですね。あまり強い糸じゃない方がいいと思います。タコ糸みたいに強いとですね、なかなか切れなかったりすることもありますので、まあ どちらかというとですね、弱めの糸でこういうふうに結びます。真ん中辺で結びます。真ん中辺で2本の糸を結びます。そしてこういうふうにします。見えますでしょうかね、こんな感じで2本の、ロープを結びます。そうしましたらですね、この2つは、このロープはですね、2本のロープはこの帽子の中に入れておきます。この真ん中の結びが見えないようにですね、帽子の中にロープを入れておきます。そしてカラーボールですけれども、これはもう100円ショップなんかで売っている、普通のカラーボールで結構です。これを3つかね、3つ以上用意していただくと。そしてですね、ここに穴を開けてもらいます。穴を2箇所、これも穴2箇所ですね、穴を2箇所、これも穴を2箇所。これはですね、ロープの通る穴ですね、2本のロープが通る穴、あまり狭いとですね、なかなかこの穴に通りませんので、少し大きめにですね、開くとくといいと思います。これはちょっとね、大きすぎたかもわかんないですけども、まあ、大きければ大きいほどですね、ロープが通りやすいんでやりやすいと思います。そうしましたらですね、まずここですね、この真ん中のところを持ってですね、置き換えに2本ロープがあると示します。もちろん、ここで結ばれているなんてことはお客さんにはわからないようにします。そうしましたらですね、今度はこのロープにこのカラーボールを通します。1つ2つ3つ、カラーボールを通します。そしてですね、真ん中の糸で結んであるところはなるべくこのボールで、カラーボールで隠れるようにします。まあ、こういうふうにお客さんには見せるわけですね。そうしましたら、この左右の1本ずつをですね結びます。こういう感じにします。そしてこれをですね、両手を引っ張ると、左右に引っ張ると、せーのと、ボールは飛んでいきます。
うしましたらですね、飛んでいった、このカラーボールを集めて、そして、特に異常ないことを見せます。以上です。これはですね、カラーボール以外にもですね、シルクを巻いても、同じようにできます。あるいは人体を貫通させるなんていうこともできます。このテクニックはですね、いろんな使い道がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございます。もしまだチャンネル登録がお済みでない場合には、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。